こんにちは、お待たせしました。今回体のエダの入手方法についてお話しします。もうすぐ日本上場してビットポイントジャパンで体のエダが手軽に買えるようになります。手軽に買えるようになるとどういうことかっていうと、多くの人が購入に走ると思うんですよね。当然ですけども、体のエダがたくさん売れればその分だけ需要と供給のバランスで値段が上がっていくんですよ。つまり今ですね、何らかの方法で体のエダを手に入れておけば、日本上場のビットポイントジャパン、これが今月の末にオープンしますけども、その時に大きな含み益を得ることが、その可能性が出てくるってことなんですよね。まあ、ですんで、この上場前に滑り込みで今どこかしらからですね、ビットポイント、ビットコインじゃない、カルダネーダですね、カルダネーダを買っておこうかなっていう考えになるのもよくわかります。で、そのカルダネーダの現在の入手方法なんですけども、ちょっとややこしいんですが聞いていただけますか。まずは日本国内の暗号通貨の取引所、まあコインチェックでもビットフライヤーでもいいんですけどね、まあ、もちろんビットポイントでもいいですよ。そこでビットコインを買います。例えばビットコインです。イーサリアムでもいいんですけども、今回はビットコインにしておきましょう。ビットコインを買いますね。そのビットコインを海外の体のエーダを取り扱っている、そういう販売所か取引所ね、ここらにアカウント作ってそれを送金するんですよ。まあ、それが代表的なのが今バイナンスと言われているところなんですけどね。まあ、ここまでをまとめますと、まずはビットコインを日本の取引所で買います。これコインチェックとかで構いません。そのコインチェックで買ったビットコインをバイナンスなどの体のエーダを取り扱っている取引所に送金します、ね、送金作業が必要ですけど、でこのバイナンスの中でビットコインと体のエーダを交換して体のエーダを持っておくってことができるんですよ、ね、であとビットポイントジャパンがオープンした時にこの体のエーダをビットポイントジャパンに送金するか、すでに今お持ちだと思いますけども、ダイダロスの方にバイナンスから送金することによって自分のウォレットに持っておくっていう方法ですよね。まあ、これが代表的なカルダネーダの入手方法ではないかと思います。そして今月の末、下旬にですね、ビットポイントジャパンがオープンしてカルダネーダ、こちらの方が取り扱い開始になったら、そこでしっかりとカルダネーダを、まあ、保管するなり交換するなりすればよろしいんではないかなと思いますよね。手順の方お分かりいただけたでしょうか。もう一回ね、図で書いておきますね。コインチェック、例えばですよ、それからバイナンス、ビットコイン、エーダ、こんな感じですよね。見えますかね。まあ、例えばコインチェックなどでビットコインを購入します。日本円とビットコインの交換ですよね。その後にビットコインをバイナンスに送金します。このバイナンスの中でビットコインとカルダネーダを交換することによって、カルダネーダを保有することができるということなんですよ。で、保有したカルダネーダはダイダロスに入れておけばよろしいんじゃないかなと思います。ビットポイントジャパンのオープンを待ちましょう。で、最後に注意点ですけども、カルダのエーダが日本上場すれば値段が絶対に上がるってことはありません。もしかしたら下がるかもしれません。そこはもうね、投資ですから、覚悟の上に決断しなければなりません。で、一旦下がってまた上がるみたいなことも考えられます。まあ、ですんでね、何でも飛びつけばいいってもんではないんですよ。投資には投資のスキル、学習、知識が必要ですんで、まあこれを通じてですね、いろいろと投資の勉強もしてみてはいかがでしょうかということでございます。今回は以上です。